ハロルド・ジョセフ・パイ・トレーナーは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身のプロ野球選手、右投げ右打ち。お菓子のパイが大好物だったことから、それがそのままニックネームになった。1920年にパイレーツでデビュー。1923年には、アンダス208、打率338、33打点101の活躍を見せる。また、 リーグ最多となる三塁打19本を放った。1925年にパイレーツはナショナルリーグで優勝。ワールドシリーズでトレーナーは26打数9アンダ2本の三塁打と4打点を挙げチームのシリーズ制覇にも貢献した。2年後の1927年はポール・ウェーナー、ロイド・ウェーナーらと共に2度目のリーグ制覇を果たす。この年及び翌百二十八年は ギダ数がリーグ最多で自身百打点以上を上げながら、つなぎ役もこなしていた。現役選手としての実動は、一九百二十年から一九百三十七年までで、一九百三十四年より選手兼任。監督に就任していたこともあり、一九百三十五年と一九百三十六年の二シーズンは監督。千任で選手としてプレーせず、一九百三十七年をもって。 現役を引退し、監督専任人となって1939年まで、務めた。その間に、打率3割を10度、100打点を7度記録している。また非常に三振の少ない打者で、現役中1試合3三振を期したことが一度も、ない。通算でも7500打数以上で、三振はわずか278である。1948年に、 アメリカ野球伝道入り選手に選出された。三類種の記者投票選出は彼が初めてだった。トレーナーの背番号20、ピッツバーグパイレーツの永久欠番に1972年指定。その後はパイレーツのフロントに入り、同チームのスカウトとして長く活動した。1972年3月16日にピッツバーグで死去。同年、 生前のトレーナーの功績を称え、トレーナーの背番号20はパイレーツの永久欠番に指定された。トレーナーのベースボールカード、ありがとうございます。